こんにちは、褒めまくりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてさて、今日は回転寿司のご紹介レポートをお伝えしようと思っていたのですが、気になる情報が入ってきたのでそちらを優先させていただきます。題して、中田敦彦氏 vs 百田尚樹氏。中田敦彦は素晴らしい。戦時中、とある国の人たちを日本の企業が強制的に働かせていたり、威嚇や暴力をもって労働させていた問題があると主張です。それでは早速いってみましょう。芸能人で人気 YouTuber である中田敦彦氏が主張したことに対して、ネットでお祭りになっています。何を主張したのかといえば、まるでとある国の代弁者みたいな内容でした。その内容は、戦時中、とある国の人たちを日本の企業が強制的に働かせていたり、威嚇や暴力をもって労働させていた問題があると主張したわけです。実に素晴らしいですよね。この主義主張によってこの人の思想心情がよくわかりますよね。本当に素敵な人なんだなって思いました。そしてこの主義主張に対してネットで火がついてお祭りになったわけです。どういう意見かは言わなくても皆さんならお分かりですよね。ほぼ全て批判の嵐になったわけです。その中でも著名な人の意見をご紹介したいと思います。保守系の論客として有名な百田尚樹様がツイッターで意見表明をしました。中田敦彦たる人物はどういう人か知らないが、こんなに偉そうに喋っているということは、それなりに自信もプライドもある人なのだろう。そういう人は自分の間違いを認めるのが嫌で、今後徴用工問題に関しては持論を補強するため売国学説を取り入れてますます反日に走るだろう。ま、見ててごらん。以上です。百田尚樹様は冷静に落ち着いて反論していらっしゃいますね。相手にしてないというのもあると思います。実は褒めまくりも中田敦彦様という人物をほとんど知りません。芸能人自体が褒めまくりは好きではないので、テレビを一切見ないからです。ただなんとなくこういう人物はいるなというちょっとの認識しかありませんでした。声も聞いたことがなかったですし、よくわからない人です。今ちょっと調べてみます。1分経過、2分経過、3分経過、4分経過、5分経過。5分で少し経歴を調べてみました。オリエンタルラジオというコンビをやってるんですね。オリエンタルラジオという名称は知っています。正直好きではないコンビです。相方の人の顔の認識はあります。見たことがあります。全く好きではない人物ですね。多分人気がすごいんでしょうね。素晴らしいです。この人の相方の人物だったんですね。知りませんでした。そしてなんと吉本の所属なんですね。素晴らしい経歴ですね。まあそんなことはどうでもいいことなので話を戻しますが、自身の主義主張を表明することは実に素晴らしいことだと思います。それが正しいことなのか間違ったことなのか、保守なのか極左なのか、どこの利益団体に所属しているのか、バカなのかアホなのか天才なのか、日本好きなのか日本嫌いなのか、よくわかりますよね。とある国が好きなのか、とある国が嫌いなのかもよくわかります。そしてこの今回の主義主張を通してこの人の経歴を調べてみようと思いましたからね。百田尚樹さんについては特に語らなくても皆さんならお分かりですよね。そして何より政治屋さん、官僚屋さん、経済屋さん、マスコミ屋さん、日教祖屋さん、芸能人屋さん、お肉屋さん、八百屋さん、カジノ屋さん、パチンコ屋さん、まあこれらのような商売屋さんはいろいろあると思いますけど、
この中田敦彦様を見習って、どんどん主義主張してほしいですよね。日本は品方面の共産主義国家ではありません。言論の自由があります。自分は保守なのか極左なのか、とある国が好きなのか嫌いなのか、いろいろ主義主張してほしいですよね。そのことによって、どういう人物なのか、どういう組織なのか、よくわかりますよね。今後、応援しようと思ったり、応援をやめようと思ったり、賛同しようとしたり、批判しようとしたり、いろいろ判断ができる判断材料になります。褒めまくりも主義主張してますよ。褒めまくりは保守本流思想です。もう、皆様は知ってますよね。何度も何度も言ってますからね。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。